はい、こんにちは、サウンドナインです。今日は愛知県一宮にあります老舗の楽器屋さんでございます。今日は取材がとっても楽しみですね。寒っ。じゃあ早速行ってみたいと思います。えいえいえいはい、到着しました。尾張一宮駅からね、もう道が一本ですぐ、もう車でもう5分ぐらいで着きましたね。ここが、本題なんです。スタジオもあるみたいなんでね、ちょっと見てみたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、というわけで改めまして、オンザランの店長の田辺さんです。はい、こんにちは。ありがとうございます。こんにちは。よろしくお願いします。今日はね、オンザランを取材させていただくということで、はいはい、オンザランはいつからできたんですか？ここじゃない場所で。あ、そうなんですね。小さいところでやってたんですけど、はい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 、向こう側でやってたんですけど、88年からね。88年ってことはもう3、じゃあ今30年超えましたね。超えましたね。なるほど。じゃあこのオンザランの特徴、この楽器屋の最大の特徴っていうのは何かありますでしょうか？そうね、物を売るっていう、ね、楽器を売るっていう仕事なんだけども、はい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 、基本的にはその楽器が出す音によってこう、うん、自分自身もこう触発されてこう音楽にのめり込んでたのがあるから、楽器が音楽を教えてくれると思うから、いい楽器っていうか、いい音が出るものを提供していけるかなと思ってます。そう思ってやってるんだけど、じゃあ一番のやっぱ特徴は、でも楽器を調整していい音でを鳴るようにするっていう。そうだね。いい音が出る楽器だと、はい、いい音が出るっていう感触が残るから、はい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 、弾き方が良くなる。はいはいはい、だから早く上手くなるのね。わかる気がしますね、なんか、はい、だから出ない、せっかく出るんだけど出ない楽器で一生懸命こう練習しても出ないから、その手にならない、うん、出そうとして変な風になっちゃったりとかありますよね。だから、せっかく感情表現ができる楽器なのに、できない手ができちゃうから。あ、なるほど。じゃあその調整、僕は調律っては呼んでるんだけど、はいはいはい、うん、あんまり調律って呼んでるとこもそんなに少ないですよね。そうですね。調整っていう、調整はまあ皆さんされるけど、はい、調整だったらなんか寸法的なことにいっちゃうじゃないですか。あ、そうですね。だからこう音色を聞いてその部品の位置を変えてやって、一番こうその楽器が生きてくるところを探すっていう、そういうポイントに持っていくっていうんで、調律って別の言い方をしてるかな。あ、なるほど。それがいわゆるTチューンというやつですか。そうですね、田辺さんオリジナルの。そうそうそう。じゃあ今日は、うちのまだ調整調律されてないギターを持ってきたので、はいはい、Tチューンを施していただければと思いますので、はいはい、その変化をね、ちょっと今日僕も楽しみにしていきたいと思いますので、はい、よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあこれがまだ調整されていない状態のフェンダー USA です。ちょっと普通に鳴らしてみます。まあ、こんな感じですね。まあ、実際はなんかちょっとまだ音にばらつきがある感じが、確かに。これがどういう風に変わっていくか見てみましょう。
調整が、終了しました。一見して特に何も変わったところはないんですが、ちょっと弾いてみたいと思います。全然違いますね、やっぱりトーンが全部綺麗に、ローからハイまで結構均等に綺麗に出てるようなイメージ。ここのボディの鳴りも全然違うんで、結構違うギターを持ったような感じがします。わかるかな、このちゃんと上から下までしっかり出てる感じ、わかりますかね。本当に多分、かなりグレード、楽器としてのグレードは上がった感じがありますね。結構長、ずっと弾いてたくなる感じの気持ちがいい。まあ、もちろん前の最初の段階は未調整だったからのもあるんですけど、トーンが結構バラバラな感じ、なんかこうデコボコな感じがやっぱりあるんですよね、弾いてて。で、鳴りもそんなにここまで振動してこない感じあるんですけど、たった30分ぐらいの調整でこんなに変わりました。そんな感じです。素晴らしいですね。はい、今日は、ありがとうございました。ありがとうございました。この、T チューンを施していただいて、だいぶすっごいいい楽器に生まれ変わったというか、生まれ戻ったというか、本来のね、力ですからね。そうそうそう、そう、今日やってもらった T チューンの、はいはい、をだと、だいたいおいくらぐらいですか、これは。ストラトの場合は、はい、こうバネの調整もあるから、はいはいはい、まあ、6000円ぐらい、はい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 、で、まあ、1時間ぐらいでやっちゃう感じかな。1時間ぐらいでこのクオリティならで6000円、うん、とてもお得だと思います。はい、オンザランに来てもらえれば、この田辺店長がやっていただけるので、ぜひ気になった方は相談だけでもね、はい、そうね、はい、楽器を見せるだけでもいろいろ多分教えてくれると思うんで、はい、遊びに来てください。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後にちょっと記念撮影だけして終わりたいと思いますので、はい、よろしいでしょうか。やります。ありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか。とってもね、音にこだわりのあるいいスタジオでね、調整もバッチリでした。こんな感じでとっても頼りになるスタジオですので、皆さんも気になったら遊びに来てください。こんな感じでいろんな楽器屋を巡ってまいりますので、少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録ボタンお願いします。バイバイ